はい、どうも皆さん、こんばんは。お疲れ様です。世界レベルです。ということで、今日はですね、小高めぐみ、記念祭、参加させていただきました。まあ、一言で言うとね、めぐみさんはね、やっぱ写真より生で見た方が、いいです。すごくね、なんだろう。もう本当ね、変わんなかった。変わんない、綺麗でね、変わんなかったです。びっくりしちゃった。で、まあ、記念祭で、まあ、ドキュメンタリーのさ、上映の前にちょっと、軽いお話があって、で、まあ、ドキュメンタリーの上映があってね、で、そこからトークショー、まあ、原田大二郎さんとか、監督さんとか、いろいろ、おしゃべりしていて、ね、その内容も楽しかったし、うん。それとね、最後にそのパンフレットのね、このサイン入りのパンフレットのお渡し、会というかあるんですけど、で、まあ、私、関係者さん席のすぐ後ろの席に座れたんですけど、順番的には早い方だったんですけど、ご挨拶させていただきまして、でその後もまあみんな帰ることもなくずっと、ね、その場に留まる方多かったんですけど、やっぱりね、我々往年のファン竹取とか飛鳥組とかの時からのファンと、まあ、ゴジラファンからのファン、まあ、たくさんいらっしゃったんですけど、一人一人にね、丁寧にね、めぐみさん対応されてまして、ですごいなと思って、それからね、ファンの人もやっぱりね、ちょっといろいろ話すんだよね、思い思いの、我々すごく待ったわけじゃない、まあ、何年待った ?2、30年待ってるこの機会を、ということでね、もうみんな感極まったような形でお話しされてる方で、なんか女性のファンの方もいてね、飛鳥組の時からのファンでしたっていうような感じで、おっしゃられてるのが聞こえてきたりして、あとは、まあ、めぐみクラブのね、にいた、方ですね、もうその時のハンドルネームをね、喋ってなんとかといますみたいなのが聞こえてくるんですよね。前の方の席だったから聞こえて、あーと思って、なんかもう思い思いそういうの姿を見るのがね、すごく同じその昭和小高めぐみさん、ファンとして、なんかすごくじんとくるものがありましたね、本当に。まあちょっとそれからグッズ販売とかもしてて、まだ僕ね、南千住の、記念店の方には行ってないんですよ。小高めぐみ記念店の方には、でそちらでも結構ね、今回の映画館では売ってなかったグッズもあるということなんで、明日にでも行ってこようかと思うんですけど、今日はとりあえずトートバッグですか、トートバッグを、2種類と2種類まだ開けてないですけど、こういうトートバッグね、ちょっとまあツイッターとかに上がってる、ほら、このメグラとメルカ、とか、あと M35 のこのロゴの入ったやつのトートバッグとか、売ってまして、もちろん購入しましたけど、いやー、なんか M35 の T シャツとか記念、着てる人結構いたけど、あれは記念店の方で販売とかしてんのかな、まだ売ってるかな、明日売ってるといいなと思うんですけど、ということでですね、本当にね、いや、その場にいるのが楽しかったね。本当にその場にいるだけですごく楽しかった。もう本当これは我々ファン思いのイベントだなと思って、それからトークの中ではもちろん、キングギドラのお話、ゴジラでキングギドラのお話が大半占めてたんですけど、まあ、最後はちょっと宇賀神さんが、ね、気を使っていただいて、飛鳥組の時の話とか歌の話とかね、ちょろちょろっと、していただいたのなんか嬉しかったなと思います。ゴジラは一番有名ですけど、我々に刺さるのってやっぱり飛鳥組とかあがりっちょとか、ね、パンフレットにちょっと書いてありましたけど、書いてあったのかなちょっとわかんない、ドキュメンタリーに出てきたら、そういうね、青春家族とかさ、ああいうところの話っていうのもね、すごく、楽しみだなと思って、それからね、これもういいんだよね、これも発表されたから、来年ですよ、楽しみですよ、小高めぐみさんの演技が見れるというね、
これはね、嬉しかった、嬉しい、本当ビッグサプライズですね。あの重大発表、あまた見れるんだみたいな、しかも怪獣映画かみたいな感じで、ね、星35ですかね、すごく楽しみです、来年に向けての楽しみがね、できてね、今日という日はね、あのね完璧な一日だったね、もう今の時点で。ということで、早速動画を上げさせていただきました、小高めぐみ記念展の方はまだあの今週、来今週1週間やるから、ぜひ、皆さんもね、行ってみたらいいかなと思います。僕も明日行ってきてまた報告できたらなと思います。それから今日ね、そうこの動画もね、めぐみさん見ていただけてるようで、どうもありがとうございますすいません、なんかこんなのいつも、いうお話もいただきまして感激なんですけども、まあ往年のね、新谷さんとかね、書き込み していただいた方ともね、初めて、今日30年という時を経て初めてお会いしてお話しすることができたりとか、あとは夏焼さんと、愛知県から来られた方ともお話しできたんですよ。めぐみクラブ見ていただいてた方っていうのは、すごい気合いだなと思って。当時のね、スーパーヒーロー全くんの話とかね、できてね、すごく楽しかったです。はい、ということで、それからあと一番最後にね、原田大二郎さんとお写真も撮れたっていうね最高の一日でしたけど、まあということで、この喜びをちょっと動画にしてみましたというところです。はい、ではちょっと最後に私カメラスマホしか持ってなかったんで大した写真とか撮れなかったんですけど、写真や動画とか見ていただけたらと思いますので、はい、皆さんどうもありがとうございました。菅亮でした。じゃあちょっと目線を変えましょうか。じゃあこちらの方に目線を向けていただいて、はい、ありがとうございます。では次は真ん中でいきましょう。真ん中で、ありがとうございます。では最後に左側で。